ユベントス新 CS ガチャから登場した爆上げ強化ハイライトポグバ練習できたどうぞ。通常のポグバがレベル上限29なんですけど、レベル上限31でかつですね、初期能力も高い状態で登場して、タレントデザインも載せておこうと思うんですが、今回ね、こちらね、苦戦しました。ポルコンドリブル、ボールキープ、グランダーパス、フライパス、究極型ポグバということで、ドリブルパスが異次元です。さらに今週ポグバがライブアップデート B なんで、コンディションの波大きいとね、相まって、まあ、コンボ技でめちゃくちゃ絶好調引いてくるんですよね。そこも強いね、今週。キック力、フィジカルもね、80超えで、まあ、シュート部分、そして体の強さを見せつつ、テクニックだね。バンパス、ルーパス、アウトスピンキック、ノールックパス、低弾ドロップというね、パス系揃えており、低速ターンって言うんですかね。一個一個の切り返しがもう、えぐいぐらい綺麗いんで、テクニック、ロマンに溢れる、新ハイライト、ポグバッシュやっていきましょう。ゴー！ポグバ絶好調。もうみんなに、ポグバのプレイを見てほしいね。ここで、いい抜け出し、ポグバナイスタッチ。この体入れながらが最高。ポグバのあそこのキープね、しっかりトラップからドリブル運んでアシストまで、もう今回能力値をねドリパスに本当究極振りしてるんで、それがもう刺さってる感じだよね。あえてここポグバ見せてくれ、このステップからこのパス、サネに出してもサネとの相性がめっちゃいい。ポグバとサネのね、このアイコンタクトがいいですね。あ、で、ここでポグバがね、かなりいいポジショニング取ってます。細かいんですよね、ドリが。ドリブルがね、やっぱこれ取られないね。ポグバ×ベルナード・シルバ理論。マジ、絶対取られない自信あるもん。ポグバ、2アシストでね。これ、マジでさ、抜け出しもそうなんですけど、こっからの胸トラップから収める感じで、お相手を抑えながらですね、あそこでアシストするっていうドリブルの運び方。これ、ポグバらしいよね。5と10を兼ね備えた。さあ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 、ポグバ劇場、行きましょう、どんどん。めっちゃ楽しい、ポグバ。普通に強すぎるんだけど、この育成。うい、やばいやばいやばい。ポグバの展開すごいわ、あそこの細かさと。敵なしっすよ、これ。ほんと、そして直接狙っていく。うわ、当たっちゃったったな。バーに直撃しましたが。いやー、見える。そして神パスか。メッシダブルシュート。神パスすぎる展開力。やだー、いた、通します。そしてネイマール落ち着いていこう。 OK、 落ち着いてる。ポグバシスト、あの1点でね、全てをもうお相手のメンタルをブレイクしたポグに最強。どんどん行きましょう。ポグバ最高に楽しさを提供してくるね。絶好調、もうおかしいおかしい、ポグバが強い。いやー、キミヒには見えるぞ、キミヒには見えて、ここでポグバがいいとこに抜け出している。さあ、ルーレットから緊急停止で、コントロールカーブまで持ってく。ペナルティーエリア内、バイタルエリアで、ポグバは仕留める。まあそこで見せてくれるのがやっぱポグバなんで。きたー、再び、オーケー、ステップオーバーでディフェンスさせちゃう。くー、1-1でしたけど、ポグバドリーが炸裂に炸裂した。緊急停止からの、あの細かいエリアでのね、ドリブル、足裏も使って、そしてシュートまでも、うますぎて、やっぱ数値がね、本当にあの、ボールキープとか完走近くしてるんで、ターンのうまさとか、あと他のドリブル系とかも高いからね、激うまポグバになってます。ポグ2のテクニック、略してポグテクを見せていきます。誘い出してね、こう。誘い出してポグバが運ぶ。ナイブ！ふぅ！そして来て、ワンシュー！惜しい。ソン・フンミンの展開力、そしてその前のキープ力、かなり能力上げてるからね。ポグバー、これさあね、もう、うわ、完璧か。いや、ちょっとしびれるな、これ。このタッチ、ポグバの感じだよな。アナウトでされながらターンしながら、そしてパスも出せちゃう。さあ、ポグバ選んだのはここ、エンバペー。
さあ立ち伸びた。引き分けだったけど、ポグバのね、神パス神展開良かったね。ドリブルとパスをさ、警告まで突き詰めるとね、こんなにポグバエグくなるんだねという、ほんと強いです。さあポグにこのボールね。さあ今のボールが最高だが、ここで抜け出していく。うい、ナギトラップからアウトパスでリオネルメッシ。トラップがもうナギ聖志郎。ポグバルーレット左、かっこいいが、かっこいいけどあと一歩。ポグバのドリブルは全てを巻き込むと、そうで左足。いやポグに神テクニック。あそこの瞬間的なスライド取りのキレがもう、これがポグバのね、ポグバを物語ってますね。これさあナイスタッチ、ルーレットシュート、2点目。もう誰もねこの選手の領域に入ることはできない。ポグネーに得点ゆっくり取ったね。はい、ということでポグバー、ポグニーいかがだったでしょうか。もう動画内でも何回も言ってましたが、ゲームチェンジパスというね、まあ、これ何ですかっていう方もいると思うんで、おそらくなんですけど今週の木曜日に登場するんじゃないかなと予想しております。新スキルゲームチェンジパス、まあ、自分の予想としてはパススピードのかなり向上が見られて、かつですね特別な弾道、今回ねポグバが見せたような、もしくは点数差でパス精度が上がるみたいなね、そういう感じになるんじゃないかなと、かなり強スキルになると思ってるんですよね。噂ではクロース、ベラッティ、ベリンガムっていうね、まあ、3選手になるんじゃないかなっていうシルエットでねもう予想がされてましたが、ベリンガムやばそうじゃないだとしたら。ということで木曜日がねもうめちゃくちゃ楽しみ。ドリブルパス究極型タレデザポグバね、最高でしたね。またも視聴者のポグ。